ラージナートシンはインドの政治家。民族義勇団に長年所属する指導者で、所属しているインド人民党の理念であるヒンドゥトバを衝動している。ウッタルプラデーシュ州チャンダウリー県のバッパーウーラ村に、あるラージプートの農民の家に、父、ラムバダンシンと母、グジャラーティデビとの間に生まれた。13歳で民族義勇団に加入。ゴーラクプル大学で、 物理学修士号を取得し、キロバイト大学院大学で物理学の講師となった。連邦議会議員として、ロークサバーに2度、ラージアサバーに1度選出された。地方政治でも活躍し、ハイダーガルから選出されたウッタルプラデーシュ、衆議会議員のままバージペイー政権で、格外大臣を2度務めた。その後、ウッタルプラデーシュ州首相に選出され、 インド人民党の総裁を二度務めた。第一次、モディ内閣で内務大臣として入閣し、現在は第二次、モディ内閣で国防大臣の任にある。長男のパンカジは、現在ウッタルプラデーシュ衆議会議員である。ニューデリーで開催された第七回アジア防災閣僚級会議におけるナレンドラモディ首相と、キレン、理事ジジュナ内務担当閣外大臣と、 新海ラッシュサティアーティと会見する新カナダ保守党のアンドリューシーア党首と会見する新聞売でスコルペヌ、型潜水艦カンデリに乗り込もうとするシーン。ありがとうございます。